こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。雨の日にドッグランに行ったら子犬の方に誰もいなかったのでちょっと入れてみました。石がたくさんあってその間を飛び歩いて喜んでいました。まあ、こんな雨の中来るはずじゃなかったんですけど、来る間に雨がすごく降ってきてしまって、家に帰ってから足が真っ黒になったのでお風呂で両足シャンプーしてきれいに洗いました。まあ、散歩でも大丈夫なことは大丈夫なんですけど、思い切ってちょっと走らせるとおでんも嬉しそうなので、まあ、あんまり強い雨ではなかったんですけれど、いる間に雨が強くなってきたのですぐに帰りました。ドッグランで遊ぶと、まあ、新しくできたドッグランがすごいほこりまみれになるので、ちょっとオーデンの体を守りたいというか、汚れるのをちょっと 防止したいということで、新しく T シャツを買ってみました。 7XL っていう犬用の T シャツなんですけど、すごく大きな T シャツを買いました。新しく作ったこの今撮ったやつです。これが大好きで、もうなんかすごい振り回してかじったりしています。新しく作ったおもちゃはすでにオーデンにボロボロにされ、綿があちこちに出ています。なので毎日拾うのが日課になっています。すごい丸々していたおもちゃがぺっちゃんこになってしまいました。私はカメラでモンステラの葉っぱが開いたところとか、ストレリチアが咲いたところを撮ったりしています。オーデンは夢中でこの新しいおもちゃをかみかみしています。一箇所穴が開くと気が済むんじゃなくて、あっちこっち穴を開けていろんなところから綿を引っ張り出して、もう綿は出していますね。なんですけど、とにかくこうやっていつもいつも時間があるとおもちゃをかじっています。 Facebook に載せたら視聴者さんが他のプラスチックのなんか樹脂のようなおもちゃを与えたらどうかっていうコメントをいただいたんですけど、なんかプラスチックには全く興味がありません。いくらボールみたいなの渡してもふーんっていう感じだし、ちょっとこう噛めるようなプラスチック樹脂のものを渡しても全く興味を示さず、何しろこの綿が好きです。なんかこれ、まあその代わりですね、オーデンの歯はとても綺麗です。歯磨きの代わりかなっていうぐらい、とにかくこれをこうかじってるのが好きで、取り上げようとするとすごくなんか奪い返してまだかじっています。
取ろうとすると抵抗して離してくれません。ここもすごい穴を開けて綿を出したところです。あっちもこっちも穴を開けています。オーデン君、顎に綿がついてますよ。これはお母さんが作ってくれた僕のおもちゃなんだから、いたずらしたっていいでしょう。カミカミしたっていいでしょう。僕のおもちゃなんですから、取り上げないでください。よく走ってるね、まで。この広場は本当に広くて、何十メートルもオーデンがダッシュしても大丈夫な広場です。なんか最近はドッグランに他のワンちゃんがいると、まあ、なんかちょっとなかなか犬同士の関係が難しくて、おとなしいオスなんかにマウンティングしまくっちゃったりするので、本当に相手の飼い主に申し訳ないから、そうそう引き上げてこなくちゃいけないので、いいとこだね、オーデン。こうやって広場で思いっきり走らせている方が私も気が楽なので、
私がお休みの時はこうやっておでんを連れてきています。すごいグライダーが飛んで、おでんからするとどっちが楽しいのかわからないけど、でもなんかいっぱい走れていいのかなと思っています。ここも2人で連れてこないとオーデンが行ったり来たりしないので、向こう側に主人がいて私がこっちにいてっていう感じで、その間をオーデンは思いっきりダッシュして往復しています。今まだ2歳、5月で3歳になるんですけれど、いつまで何歳までこんな風に思い切って走ってくれるのかなと思って、なるべく若いうちは大いに運動させてあげたいと思います。毛を伸ばしているので冬で寒がるので、なんか太ったように思われるかもしれませんが、お腹のところはスッと細くなっていて、横も横に広がったりしてなくて、本当に多分これ毛をカットしてしまうとすごくスマートなワンちゃんになっちゃうと思います。夕方になると小さいワンちゃんが来てしまったりするので、少し早い暖かい時間に連れてきています。たくさんこの日もオーデンは遊ぶことができました。ちょっと後ろから失礼。おめめ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 みとる。はい、取れた。こっちもこっちも。おめめおめめ取れたよ、片方。よかったよかった。これで遊んでてください。一つ取れたから目やにが、こっちも反対の。あ、なんで目やに目やに。おでん、おでん映ってないよ、映ってないよ、映ってなかった。分かった分かった。ちょっとちょっと、これこれ噛むのはこれにして、逃げないで。ちょっとこっち来て、こっち来て、こっち来て。ほれほれほれ、これこれこれ、噛む噛む噛むのはこれ。おめめおめめ、ないか。こっちきれいきれいだ。よし、取れた。あったあった、これで遊んで。はい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 。これまた出しちゃった。でんだよね、これ突っ込んどく、突っ込んどく、このバッタを。しょうがないから、よし、ちょっと突っ込んどこう。またこれさ、夜引っ張り出したりして遊ぶのかな。この部屋掃除してもまた出てこないね。よいしょ。最後までご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ちゃんとコメントもくださいね。